次に実際の事故事例について紹介させていただきます。令和5年度は感電死傷事故が4件、アークによる感電死傷事故が3件発生しています。詳細は事例で説明しますが、充電箇所の確認不足、事前打ち合わせ不足、連絡不足によって負傷した事故が合計7件発生しています。事例1は感電負傷事故です。事故の状況と原因を説明いたします。工場内制御盤の修理中に、電気工事の作業員が誤って制御盤内の別電源の 200V の活線部に触れてしまい感電した。防護具等の対策を取っておらず、一つ一つの回路を検電しなかったため活線部を見落とした。以上が事故の状況と原因になります。一つ一つの回路を検電していれば活線部に気づき、事故を防げたはずです。再発防止策としては、検電作業、防護具着用方法等について安全教育を再度実施する、作業チェックシートを作成し手順をチェックする、活線作業は原則実施しないこととし、やむを得ない場合は作業手順書を作成し、電気主任技術者の許可をもらい2人以上で作業する、充電中の電線にタグをつけるといった対策が挙げられます。事例にも感電負傷事故です。事故の状況と原因を説明いたします。事故当時は複数の工事が同時並行で進められていました。低圧系統の放送設備の更新工事中に、作業者 A が放送設備試験のために低圧の発電機を接続した。その上流の低圧板では、作業者 B が低圧系統と高圧系統を結ぶ遮断機の開閉試験を行っており、遮断機を投入したため低圧系統の発電機出力が高圧系統に逆充電されていた。その結果、高圧系統で配線端子の締め付け作業をしていた作業者 C が感電した。被災者は作業前に検電し、無充電であることを確認していたため、絶縁手袋等の防護措置は取っていなかった。各作業者間の情報共有ができておらず、作業計画書もなかったため、各作業者は低圧の発電機が高圧系統とつながるとは思っていなかった。以上が事故の状況と原因になります。電気主任技術者は工事の全体像を把握しておく必要があります。再発防止策としては、作業手順を事前確認し、誤接続を防止する、仮設電源の接続管理を行うため仮設電源取扱いの社内規定を作成する、電源工事がある場合試運転要領書を作成するよう社内規定を改定する、仮設電源を含めた電源接続の際には図面等を揃え接続箇所の確認を行う、事故事例紹介と仮設電源取扱いについての保安教育を実施するといった対策が挙げられます。事例3も感電負傷事故です。事故の状況と原因を説明いたします。電気の知識のない建築会社の作業員がキュービクル吊りボルト、ナットの交換作業のためキュービクル扉を開放し、充電中のキュービクル内に手を入れたところ、受電用暖炉機に右手が当たり感電した。連絡責任者はキュービクル扉を開放する作業が発生しないと認識していたため、電気主任技術者に連絡していなかった。以上が事故の状況と原因になります。再発防止策としては、作業前の事前ミーティングを徹底し、作業工程の確認を作業員全員に確認させる、追加作業が発生した際は再度作業員全員にミーティングを実施し、作業工程を周知する、受変電設備の鍵の受け渡しは作業者から連絡責任者へ報告、連絡、相談するよう周知する、電気設備近傍での作業の予定があるときや受変電設備の鍵の受け渡しについては、
連絡責任者から電気主任技術者へ連絡し、注意事項、助言を求める。緊急時の連絡系統図を作業場所の要所に掲示する。電気主任技術者による電気の基礎知識に関する安全講習を実施するといった対策が挙げられます。電気主任技術者へ連絡がなければ注意事項の確認や助言を求めることもできませんので、まずは電気主任技術者に連絡をお願いします。事例4も感電不祥事故です。事故の状況と原因を説明いたします。特別高圧ケーブル移設工事中、キュービクル内へケーブルを固定する際に充電中の母線に触れて感電負傷した。以上が事故の状況と原因になります。再発防止策としては、特別高圧受電設備内工事の事前協議時において、お客様側の責任者と工事施工時の作業区域付近の重停電範囲を確認協議し、その結果を単線欠線図等に確実に明示する。事前協議時に確認した作業範囲と重停電範囲を単線欠線図等と実際の設備で確認する。本災害事象と再発防止対策について社内及び協力会社関係者へ周知を行うといった対策が挙げられます。事例5からはアークによる感電不祥事故です。事故の状況と原因を説明いたします。作業員が電気室内の低圧配電盤の上部で作業中に、誤ってドライバーを盤上部の穴から差し込んで短絡させたことによりアークが発生した。アークは作業していた場所から離れたところで発生し、その近くにいた別の作業員が火傷を負い入院した。以上が事故の状況と原因になります。再発防止策としては、通電中の電気盤におけるすべての作業を対象として活線近接作業範囲のリスクを評価し、作業許可を得るように規定を改定する。作業許可を得た作業の最中にイレギュラーが発生して作業内容の変更が必要になった場合は、作業を中断し再度リスク評価を行い作業許可を得る。通電している電気盤すべてに通電中の表示を行うことを規則化する。通電部分の短絡防止ジグに通電部分のため取り外し禁止の文言を表示する。周知・教育を行うといった対策が挙げられます。事例6もアークによる感電不祥事故です。事故の状況と原因を説明いたします。UPS の蓄電池の交換作業の際、接続する蓄電池の端子間の電圧を測定する手順を行わず、端子への配線接続を誤り、複数の蓄電池の端子間でループ短絡が起こり、アークが発生して受注者の作業員1名が両手に火傷を負った。以上が事故の状況と原因になります。原則2人で作業を行う予定でしたが、被災者の方は1人作業を行っており、作業責任者は被災者の方が作業のベテランであったので誤った作業は行わないと思い込んでいました。再発防止策としては、発注者は受注者が作業ルール・管理体制を遵守しているか管理監督する。工事再開の際は施工計画書を改版し再発防止策を確認する。同様の工事の際は発注者・受注者で事前打ち合わせを行い、事故事例の説明や手順書遵守を指示する。受注者から提出される施工計画書・作業手順書について内容に問題ないか事前に社内で確認し、不備や改善事項があれば指摘を行うといった対策が挙げられます。事例7はアークによる感電不祥事故および波及事故です。事故の状況と原因を説明いたします。雨どいおよび問い配管の撤去の工事中、金物工の作業員が誤って受電用高圧ケーブル配管と受電用高圧引き込みケーブルを切断したことで短絡アークにより火傷した
また出迎え方式で事故点が保護範囲外であったため波及事故に至った。供給支障電力は1559キロワット、供給支障時間は55分。以上が事故の状況と原因になります。再発防止策としては、作業前の事前ミーティングを徹底し、作業場所の確認を全作業員にて確認させる、主任技術者から保安教育を受け、電気工事以外の工事についても連絡し、必要な指導や助言を受ける、高圧ケーブル用保護配管に注意高圧ケーブルの表示を行う、パスの設置を検討するといった対策が挙げられます。事例8は波及事故です。地下電気室内の天井から漏水した水滴が受電用暖炉機の中層にかかり、暖炉機本体とフレーム間にて墜落した。出迎え方式で事故点が保護範囲外であったため波及事故に至った。1回目の波及事故時には高圧引き込みケーブルの絶縁低下による墜落と判断し、非常対策ケーブルを施工して仮復旧させたが、2回目の波及事故が発生した。受電用 DGR の動作表示が確認され、天井から漏水した水滴による受電用暖炉機での墜落が原因だと判明した。1回目の供給支障電力は1003キロワット、供給支障時間は103分。2回目の供給支障電力は1045キロワット、供給支障時間は85分。以上が事故の状況と原因になります。再発防止策としては、電気室内の天井から漏水した場合でも波及事故に至らないように、電気室内の一部にスレート屋根を施工する、受電用高圧ケーブル、受電用暖炉機、受電用計器用変圧器を更新する、電気室への漏水箇所について改修工事を検討するといった対策が挙げられます。事例9は破損事故です。事故の状況と原因を説明いたします。大雨による河川の増水により、河川の付近に設置されていた PCS 太陽電池モジュールが水没し、使用不可能となった。以上が事故の状況と原因になります。再発防止策としては、地表よりおよそ 1.2 メートルの高さに PCS を設置することを検討するといった対策が挙げられます。事例10も破損事故です。事故の状況と原因を説明いたします。受電用の真空遮断機が経年劣化による絶縁不良により短絡・焼損した。年次点検で経年劣化が認められたため取り替えを予定していたが、取り替え前に事故が発生した。救出によって真空遮断機の絶縁樹脂部の絶縁抵抗値が低下していたことが原因と推定される。以上が事故の状況と原因になります。再発防止策としては、絶縁低下した真空遮断機を正常なものに取り替えを実施する、機器の救出による絶縁低下が原因のため、特別高圧受電盤の腐食部分の補修により湿気対策を実施する、機器の推奨耐用年数および年次点検等の結果を鑑みて計画的に機器更新を行う、年次点検等で異常が見つかった場合は近年の電気機器の納期遅延も考慮に入れた上で速やかに更新や使用制限を行うといった対策が挙げられます。